軍用列車とは、軍隊が鉄道を使い前線への兵士、兵器、物資の輸送などのため運行する列車のことである。鉄道は、軌道上を走行する交通機関であり、トラックなど他の平坦輸送手段と異なり、空襲等から逃れることが難しいため、軍用列車では、対空砲などの自衛のための火器を搭載することがある。なお、鉄道及び、 沿線の防衛に特化したものを走行列車という。また、軍用列車のために付設された鉄道を、軍用鉄道と呼ぶことがある。現在でも、廃線跡として残るところもある。1802年に、リチャード・トレビシックが、蒸気機関車を発明して、以来、各国の軍部は、軍事用に鉄道を利用する研究を続けたが、19世紀中頃になるまでそれは、 実用になることはなかった。これは、輸送機器があったとしても、インフラとしての鉄道網が整備されておらず、ロケット号などの初期型蒸気機,機関車の牽引能力は、二軸車数量であり、せいぜい小部隊しか輸送不可能なのが、問題であったからだ。ようやく技術改良で能力が向上し、軍の満足できるレベルまで輸送力が満たせるようになるのに、約半世紀余りかかったのだ。 最初に軍事に鉄道を利用したのは、プロイセン王国、後のドイツ帝国で1846年のこととされる。続いて、欧州では、クリミア戦争、アメリカでは、南北戦争に広く鉄道が利用され、南北戦争では、最初の列車砲である13インチ列車急砲が登場している。明治日本でも鉄道は、軍事利用を最初から視野に入れており、それは、 東海道本線が敵の艦砲射撃を避けるため、海岸沿いを避けて、内陸の五殿場周りで線路を敷設したり、敵の攻撃に対して脆弱であるとの理由で電化にも反対したが、輸送効率の問題で、昭和時代に路線は熱海経由の海岸沿いとなり、電化もなされている。また日露戦争に備えて、やはり内陸沿いに路線が移された、小倉浦線のような専用の軍用路線や、 軍用駅として、足立軍用停車場を建設している。輸送される物資はあくまでも梱包された貨物であり、兵器類が搭載されていたとしても自営用に設置されているものを除き、即座に使用可能な状態ではなく、これが走行列車との相違点である。物資の輸送形態がコンテナ化されていない場合、積み下ろしに関しても手間がかかり、 第二次世界大戦中の6号戦車などは車両限界をクリアするため無限軌道をわざわざタイトな鉄道輸送用に交換する必要まであった。特殊な物資としては前線に娯楽を届ける二門団として民間人や軍属を運んだり捕獲した捕虜を構想する捕虜護送列車などもある。ありがとうございます。